ウリゲレググレカススムニだ。はい、おはようございます。 KTC 放送局の店長です。ジム行く前にね、一本動画を撮ろうかなと思いましてね、変なサングラスをして、動画の前に立っております。ヘネゲレがソルグレググレカススムニだ。はい、ですね、この間ですね、ちょっと飲んだ友達の連れてきた友達が結構なネガティブな方だったんですね。ネガティブなちょっと女の子で、まあ別に性格が悪いとかそういうんじゃなくて、ちょっとまあネガティブ思考な子だったんですよ。で話を聞いてて、まあで何かにつけてですね、いやまああなたたちにはわからないと思うよっていう風なこと言うんですよね。ね、俺もこんなだし、もう一人俺の友達の女の子もこんなだし、でその中に一人だけちょっとネガティブな感じのこんな感じの人がこうがいたから、そうで話しててね、やっぱこうだよねとか言って、こうだよね俺らのことかとかって言ってると、いや私は違うから、まあ、あなたたちには分からないと思うけどっていう感じのね、会話だったわけですよ。まあその正直なところ分からないですよ。他人ですから僕らは。でも分かる必要なんかないなと思って、まあ分かる必要っていうか、そういう考えもあるよなっていうことは必要だけど、でも100理解することは無理じゃないですか、他人をね。100、私はあなたのこと理解してるよっていう人とかいるかもしれないけど、それは理解した気になっているだけであって、到底ね、他人のことなんて人間は理解しできようもないじゃないですか。親兄弟の子だったり自分自身の子だって分かんないから、そう、理解した気になってるだけだって、でそもそも理解するっていうか、そういう必要もないっていうかね、できないんで、だからネガティブ思考なのはわからないよ。だって俺ポジティブ人間だから、ポジティブ人間っていうか俺もネガティブなんだよ、本当はすごくネガティブなんだけど、忘れちゃうから悩んでることが。まあもちろん大きな悩みとかはあるけどさ、まあ、忘れちゃうからさ、しょうがないよね。でまあ、あんたには分からないでしょって言うんだけども、それ言ってたらさ、もう一生どうしようもないじゃないですかね。いやー、もっとこうした方がいいんじゃないとかさ、なんとなくアドバイスとかね、いやこんな風にした方が楽しいんじゃないって言っても、いや私は違うからって言われちゃったら、もうそこまでだし、その人はね、別にネガティブのままでいいんだったらいいけど、ネガティブでいていいことなんてね、ほんと一つもないですからね。悪いこととは言ってないけど、そういう人もいっぱいいるし、俺もネガティブ人間だからね、根は。でもいいことなんかないんですよ、ネガティブ思考っていうのは。結局前向きっていうか、ポジティブなねシンキングじゃないと、やっぱり人生ってね、良くない方向に塞ぎ込んでいくもんなんですよね。だから俺はネガティブは下り坂で、ポジティブは上り坂だと思ってて、結局ポジティブ思考とかね、シンキングになっていかないと、多分ね、まあ上っていけないと思うんですよね、いろんなところへ。もう下っていく一方になっちゃうんですよ、ネガティブでいると。どんどん転げ落ちていっちゃいますから。なんでやっぱりある程度ね、この前向きっていうか、明るく生きることって大事なんじゃないかなと。別に騒げとか言ってるわけじゃなくてね、明るく生きるのって大事じゃないかなと思うんですよね。こんなね、怒りマークみたいな T シャツ、変な T シャツ着て、こんなね、紅の豚みたいなサングラスしてね、指に人形をはめて遊んでるようなね、僕ですけども、それなりに人生楽しいですし、楽しい方がいいじゃないですか、もちろんね。いや、そうじゃねえよっていう、それも価値観の俺の押し付けなのかもしれないんですけども、でも楽しいかつまんないかさ、楽しい方がいいですよね。別に何が楽しいかっていうのは人それぞれなんですけど、噛んだ。朝なんてちょっと滑舌の調子が悪いんですけど、ポジティブにいることはね、大事だと思うんですよ。で、結構やっぱ多いのが、まあこれタトゥーでもそうなんだけども、日本人がタトゥーなんか入れても出せよみたいなね。この間もその動画打ったんですけども、で日本人が何々しても出せよっていう人結構いるじゃないですか。ネットの社会っていうか、ネットのね、ネット民中の中にいるじゃないですか。日本人が何々しても出せよみたいなね。もうね、そんなこと言ってたらね、もうどうしようもないじゃん。だってっていうか、もう日本人に生まれちゃったんだから。日本人に生まれちゃったのしょうがないじゃん、そんなの。もうリセットボタンとかないしさ、ね、リセマラとかできないからさ。ゲームだったらリセマラできるけどさ、僕らの人生って、人間界っていうか、この今の世の中ってリセマラできないじゃないですか。ね、リセットマラソンできないんだったらしょうがないじゃん。もう
しょうがないよ、もう。もう出ちゃったモンスターと育てていくしかないんだからさ。もうね、生まれ育った姿でも生きていくしかないんだから。日本人だからあれがね、かっこ悪いとか、これがかっこ悪いって言ったらもう、どうしようもないな、そんなことっていうふうに思うんですよね。どうしようもないことを言ったってどうしようもないんだから、もう日本人で生まれたとしてだよ、やっぱ生まれちゃったんだけど、そっからさ、まあ、ダサいところから、じゃあ例えばアメリカ人と日本人がいて、じゃあ日本人とかちょっとダセーよと、まあそいつは言うんだけどね、まあ、ダサいとこから始まっちゃったとしても別にそのダサいなりにね、高めていけばいいじゃないですかね。別にダサく生まれちゃったからさ、そのまま塞ぎ込んでるっていうか、このままステイしていかないといけないっていう、そんな気張りないし、そしたらつまんないじゃないですかね。でも言うんすよね、日本人だからなんか似合わねえ、何が似合わねえとかさ、なんて、じゃあお前何の、着物とかも浴衣と着物だけ着て生きとけって思うよ俺は、うん、もう洋服も T シャツも着るなと、うん、日本人だから日本人だから日本人だからっていうやつってもうなんか日本の文化だけね選択して生きてんのかってさ、そうじゃないでしょっていう、うん、別にさね、もうしょうがないじゃん。で俺なんて日本人プラスちっちゃく生まれちゃったからね。俺なんかチビだよ。どうすんの？もうしょうがないんだよ。ちっちゃくね、身長小さく生まれちゃったら、もうちっちゃく生まれちゃったなりに、身長小さいなりのね、努力があるじゃないですか。似合う、せや、その、なんだ、その、サイズ感の似合う T シャツ着たいとかさ、ね、華奢に生まれたんだったらトレーニングしてさ、ね、体を大きくする努力したりとかしたりとかさ、ね、身長ちっちゃく生まれたって俺だってね、なるべくね、ソールテガの下のね、あそこの高い靴履いたりとかしてさ、そういうけなげな努力をしていけばいいじゃんね。なんですぐ日本人だからとか、何々だから、なんとかだからって自分を制限するんですかね。そんなさ、自分自身を制限する枠必要ないじゃないですか、だって。言ってたでしょ？カイジだって。俺はなんで自分自身に勝手にその天井作ってんだみたいなね。まあ結局それで失敗したんだけど、あいつは。スティーリーダンだって言ってたじゃないですか、スティーリーダンだって。あのラバーズの、ね、ラバーズのスタント使いの。すべては、己の弱さを認めた時から始まるってね。うん。始まるって言ってたじゃないですか。そんな言い方じゃなかったけど、そういうことですよ。すべては己の弱さを認めた時から始まるんですよね。しょうがない。しょうがないよ。もう日本人で生まれてね、もうなぜか知らないけど、その日本人に劣等感を感じてる、コンプレックスを感じてる人がいっぱいいる。俺はそんな風には思ってないけど、まあ、感じてる人がいるんだったらば、それなりにね、そのね、そういう姿で生まれてしまったなりのかっこよさを求めればいいんですか。だから努力してね、別にいいと思いますよ俺は。なんでもまあ自分自己満足だからなんでもいいんじゃないと思うけどね。なんか制限をかける必要ないと思うんですよね俺はね、本当に。まあ俺ももともと華奢だったからね、中学校の時とかね、だから体重上げるためにね、トレーニングバリバリして、ね、ウェイトゲーラー飲んでとかね、いろいろやった結果ちょっとむっちりしちゃってね、ただのずんぐりむっくりな親父みたいになっちゃったけどさ、失敗しちゃった。うん、まあでもそれなりに楽しめてますよ。うん、ポジティブシンキングのおかげで。まあ俺なんてもう多分ネガティブ思考なね、ほんとネガティブだから、そのままの感じで全部ネガティブ人間で俺がもしなったとしたら、もう俺多分終わってるよね。スーパー社会不適合者だからね、うん、それでもやっぱりプラス思考っていうか、まあポジティブ思考でいると楽しいもん。うん、マジかよ、なんだよこれっていうことの連続だけど、それでもまあまあいいかっていうふうにすれば次に進めるし、なんだよこれ、なんで俺だけこんな目に遭うんだよってなっちゃうと、もうそのままだからね、えよくいるじゃないですか、そのなんで私だけこんな目にとか、なんで俺だけこんな目に遭うんだっつって飲み会とかで、俺なんてさどうとかでさ、本当俺はさこうでさとか言ってさ、いやいやそんなことないって言ってるさ、いやいやお前には分かんないってっていうやつね、いるじゃないですか。ええ、しょうがないんだよ、もうそういうことが起きちゃったからね。もちろんね、そのね、本当生まれた環境とかもさ大きいよ、それは環境、それ取り巻く環境とかも大きいけど、もうそれを受け入れて前に進んでいくしかないじゃないですか。だってもうどんな不幸なことがあったってさ、人生一回しかないんだから、お前とてつもない不幸を経験してんのかよ、だから分かんねえんだよって俺にね言ってくる人多分いっぱいいますよ。いるとしてもだよ、動画の前で。でもしょうがないよ、だって別にしょうがないんだもん、そうなっちゃったんだから。うん、それ受け入れても少しでもよくね、
生きていくしかないじゃないですか、心を裏かけて。見てくださいよ、これ、この人形。これ買ったんですよ、これ。こうやって手をね、こうやって前で組むと、これ可愛いんですよ、ほら。ほら。こうやって手と手を組んでね、こうやって。もしかわいいでしょ？こういうな、小さな幸せをな、追い求めて生きていけばいいじゃないの。うん、ね。楽しいじゃん、こうやって。っていう楽しい方がいいじゃないですかね。ちょっといろいろガーガーとわけのわかんない話を、なんか自分の中でもあまりまとまってない話をね、勢いに任せて今話したから、ちょっとまとまってないけど、分かりづらいけども、とにかくもうしょうがないから、なんかそういう自分の置かれた状況をね、諦めろとかね、投げやりになれとかね、もうそういう風に言ってるんじゃなくて、少しでも良くしようとする努力をして生きていけばちょっと楽しくなるんじゃないですかっていう、ことですよ。日本人だからとか、何々だから、俺はちっちゃいからとか、俺は太ってっからとか、俺はハゲてっからとかさ、言っててさ、もう何にもしてないやつ見るとさ、ねえ、ムカつくんだよじゃあ言うなよっていう。もう諦めたんだったら諦めたでいいから、もう言うなと思う、本当に。うん、飲み会の席とかで言うなっていう。もう俺なんてどうとかでさ、とか言うな。諦めたんだったら。もう、それでいいと思ってたら、それでいいから、もう言うな。暗くなるから、周りが。俺、もうこんなことがあってさ、めっちゃ笑えねえみたいなさ。ただやったらいいよ、みんな。おお、めっちゃ笑えるよみたいな感じだけどさ、俺なんかどうとかでさ、してさ、こっちも突っ込んだ方がいいよとかと思ってさ、いやいやいや、なんとかで突っ込むとさ、いやいや、ふざけてるわけじゃないから、不謹慎だからみたいなね、ふうに逆切れされる場合とかね。じゃあ言うなよ、お前って。なんなんだよ、てめえはっていう。こっちは少しでも楽しくしてやろうと思ってな、みんなの場の雰囲気が暗くなるから、なあ、和ましてやろうと思って突っ込んでんのにさ、不謹慎なこと言うなよみたいな。じゃあ言うなよ、最初から。不謹慎な場にするな。そんな空気にすなっていうね。何を求めてんだお前はっていう。お前の不幸自慢なんて聞きたくねえんだよ、こっちは。っていうね。そう。二人きりだけ飲みたかったらまだいいよ。って聞いてないけどさ、飲み会の場とかでさ、ああいう不幸自慢されてさ、なあ、どんな空気なんねん、それ、ほんとに。その空気の弁償してくれる？それ。この、せっかく楽しかった雰囲気のあの空気の弁償してくれる？君。弁償できないんだったら、逆切れすなよっていうね。いるよね、そういう人ね。なんか、すげえ、楽しい雰囲気の時に、急に真面目な話して、なんか自分のすげえ身の上話。まあ、別にいいんだよ、それで楽しくなんだったらね。めっちゃこんなこと、ほんともう、あの時マジでさ、こうなっちゃってさ、もうほんとに、もう、とかったらさ、みんなも、ってなるけどさ、もうなっちゃって、ほんとにもう、ほんほんってさ、わ、それ不幸だったな、とか言うと、軽々しく言うなよ、お前殺すぞ、この野郎、お前は、つって。喧嘩になっちゃうじゃん、ね。だからさ、常に明るく生きていたいですよ、俺は、ほんとに。なんかもう、俺はっていうかね、そのみんなも。そっちは絶対周りも楽しいもん。まあ不幸なことはあったりのはね、やっぱり俺の周りも結構おさらい分けありの人多いから、その例えば、まあ、小さい頃にね、親がどっちもいなくなっちゃったりとかね、いろんな理由でとか、その後さ、いろんな波乱万丈があってね、大変なすごい本当にこう環境で生きてる人いっぱいいますよね。僕みたいにヘラヘラね、フラフラ生きてきたわけじゃない人いっぱいいますけど、でも俺の周りの人は明るいですよ。それでもしっかり少しでも良くしようと笑ってね、楽しく生活してるし、塞ぎ込んでない。そりゃあるよ、塞ぎ込むことであってね。でもそういうのを常に塞ぎ込み続けてると周りも暗くなっちゃうからね。いろんな環境もあるけどね。だからなんだろうね、簡単には言えない、一概にそういうふうに言えないけどさ、でもちょっとでもなんか明るく生きてた方が楽しくないかっていう、まあなんかね、悩み聞いてくれよっていう時はいいけどさ、みんな楽しんでる雰囲気の時とかそういうのはあんまり良くないよねっていう、まあとにかく俺何が言いたいかっていうと、まあ今より良くしていこうぜっていうポジティブシンキングで、コンプレックス感じてるところとか、いやーっていう、なんかもう俺なんてこんななんてっていう時も改善していけばいいじゃないですか、一つずつ少しずつ諦めずに、もう自暴自棄になって投げやりになってると何も生まれないですからね、そっから本当に不幸しか生まれないから、投げやりにならずにさ、
ちょっとでも良くする努力をしていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。結局何が言いたかったんだろうな、この動画。なんかよくわかんないから、いやもうやめるかな。はい、僕じゃあもうジム行く用意するんで、とりあえず、ちょっと挨拶して。